どうもこんにちは、 GT MAX ガジェット部豊です。今回紹介するのはこちら、ゲオの寝ながら完全ワイヤレスイヤホン GRFD-TWS-B99 です。 GT MAX、 こちらはゲオから初めて販売された寝ながらね使える完全ワイヤレスイヤホンで、税込み3278円とお手頃な価格で購入することができます。実際使ってみたらね、どんな感じかっていうのがね気になるんで、開封して使ってみましょう。それではこちら開封してみましょう。開封するとこんな感じですね。同梱物ですが、まずこちらケース、このようになってますね。でイヤホンはこんな感じですね。インナーイヤー型なんですね。インナーイヤー型の割にはここのうどんの部分がないんで、その辺がね特徴ですよね。ケースに入れるとこんな感じです。であとは USB Type A to Type C ですね。でこちらが取扱説明書になります。取扱説明書はかなり内容親切なので必ずね読んでおきましょうね。取扱説明書の最後のページはこちらの保証書にもなってるので、説明書はね捨てないでください。というか動作がちゃんとするまでは付属したものやこういった箱類とか、あとレシートは捨てないでくださいね。これ保証の規定で、レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合は保証の対象外になると書いてあるので、保証期間内である1年間はね捨てない方がいいですね。それはスペックです。 13mm のダイナミックドライバーを搭載したインナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンです。 Bluetooth のバージョンは 5.2、 対応コーデックは SBC AAC、 充電端子は USB Type-C、 連続再生時間はイヤホン単体で5時間、ケース併用での記載はないですが、イヤホンを4回充電できるということなので、ケース単体で約20時間、イヤホンとケース併用でおそらく25時間使用することができます。まあ、ちょっと最近の完全ワイヤレスイヤホンの中では短いような気がしますね。防水性能は IPX4、 音声アシスタント対応、片耳モードあり、ノイキャンや外音取り込みモードには対応していません。遅延を短くするゲーミングモードあり、タッチセンサーあり、操作はこちら、マイク搭載 DSP-ENC デュアルマイクを搭載しています。肝心のマイクの音声はこちら。どうもこんにちは、 GT MAX ガジェット豊です。今回は、ゲオの寝ながら完全ワイヤレスイヤホンで話しています。音声はどうでしょうか。チェックチェック、マイクのテスト中。それでは早速使ってみましょう。初回ペアリングの方法は一般的なやり方と一緒です。このやり方わからない人は取扱説明書にかなり丁寧に書かれているので、一度取扱説明書をご覧ください。耳につけるとこんな感じになりますね。他のイヤホンに比べるとなんか緩い感じがするんですよね。ただ落ちるって感じしないんで、すごく不思議な装着感のイヤホンですね。こちらの本体のねところに被ってるカバーが特殊シリコンを使っているので、直接プラスチックが耳に当たらないように設計されているんですよね。なのですごく耳に優しいです。それではまずね音楽を聴いてみましょう。音楽を聴いた感想です。音としてはボーカルと低音が目立つような感じのイヤホンですね。まあ低音も邪魔にならない程度の音量なので、基本的にはバランスが良くて聞きやすい音をしてますね。インナーイヤー型とは思えないぐらい音の密度があるんで、3000円台のイヤホンでこのレベルだと本当に当たりのイヤホンなんじゃないかなと思いますね。めちゃくちゃ最高級の音とは言わないですけど、音作りに関して言うと音楽のツボが分かってる感じの人が作ってる印象を受けるんで、今のところ何聞いても良い感じに聞こえてくるんですよね。いろんなジャンルの音楽に対応できるイヤホンなんじゃないかなと思いました。さっきも言ったんですけど、3000円台でこのレベルで当たりって言ったんですけど、これね倍の値段でも当たりですね。そのぐらいいいイヤホンですね。遅延に関する話だと、ゲーミングモードをオフにすると、まあ、動画を見ていて若干なんですけどずれる程度ですね。オンにするともう違和感全くないので、音と動画のずれが気になる方はゲーミングモードをねオンにするといいと思いますね。寝ながらね使ってみた感想なんですけど、耳と枕の間にイヤホンあるんですけど、ほとんど押し込まれるような印象ってないですね。どっちかっていうと押し込まれるっていうよりかは固定されてるイメージですね。そんなに気にならないっちゃ気にならないですね。枕なしでやっても印象ってそんな変わんないですね。今回はゲオの寝ながら完全ワイヤレスイヤホン GRFD-TWS-B99 を紹介しました。実際寝て使ってみたところ、こういう感じのねイヤホンなんですぐ落ちちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、全くそういうことなくしっかり耳に入っていたので、メインのコンセプトである寝ながら使えるっていう部分もしっかりしているなと思いましたね。また音質もね、僕ゲオのイヤホンの中だと一番好きかもしれないですね。
それぐらいオーソドックスな感じの音してるので、なので寝ながら使うだけでなく日常使いでもこちらの寝ながら完全ワイヤレスイヤホン TWS-B99 ね、使ってみるといいんじゃないかなと思うんですよね。このコスパの高い完全ワイヤレスイヤホン、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。おすすめです。以上です。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。